チュース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。イエイ。去年のね、コロナの時から飛行機の本数が減ったりとか、新幹線の本数が減ったりとか、はい、いろいろそういう公共交通機関っていうのも利用者が減ってたりするじゃないですか。で、各会社がさ、いろいろ赤字経営に転落したりとかさ、はい、皆さん企業的に苦労されてるじゃないですか。そうですね、うん、それでね、今回航空会社の、はい、ANA さんが企業努力をされる一環の中で、はい、国際線のエコノミークラスで出されている機内食を通販で限定販売されたんですよ。お、あの機内食ですか。うん、ビーフ、オア、チキン。そうそう、あのどうするてめえ、鳥にする、牛にするってやつね、うんうん、なんだおめえって言ってしまいますよ、そのどうする、綺麗なお姉さんにそれ言われたら、両方くださいって、うん、お前ふざけんなと、うん、両方くださいはね、多分ね、ダメなんですよ、ね、ですね、おわって聞いてんだから、どっちか選べって言われると思うよ、うん、まあまあ、それでね、和食、洋食みたいな感じで、和食セット、洋食セットみたいな、はい、3種類ずつ入ってるやつかな、はい、それが1回目に売り出されたんですよ、はい、そうしたら、即日ソールドアウトしたらしいんです。まあまあね、珍しいからね、うん、機内食をご家庭で食べれることってないじゃないですか。ないでしょ。しかも飛行機のエコノミークラスで食べるとなると席がこうなるじゃないですか、はい、この状態で食べなきゃいけないから、はい、家だったらこうやってのんびり食えるじゃん、はい、まあ多分そういうのもあったりとか、あとやっぱ旅行行きたいけど行けないとか、うん、そういう人たちが買ったと思うんです、はい、で2回目のやつがあのご当地丼みたいなやつが3種類入ってるのと、うん、あと新春特別メニューみたいなのが3種類入ってたやつ、でそれはもう1回目のそれがあったからみんなチェックしてるわけですよ。まあね、またあるんじゃねえかって、はい、なんかね30分ぐらいで売り切れたらしい、はい、うん、第2弾のやつがね買えました。おお、よくぞやったぞ、相棒、うん、変えたので、それを今日は食べてみようかなと思ってまして、どこの鉛持ってきたんだよ分かんない、今素で間違えたやつを訂正しようとして無理やりその鉛に持っていったやろ今、うん、なんかね、玉投げようとしたらね、えいっつってここら辺に落ちたから、その勢いでなんか全部投げてみたそしたらね、あの全部この辺に落ちてた。とんでもねえよ。まあそれなんでね、ちょっとね、ブツをダーン。これがね、穴から届いた第一陣の箱です。穴、これはさすがにドンっていかないですね。うん、なんかね、ガラス瓶瀬戸物って書いてあるからさすがにね、やべえのかなと思う、はい、これがね、来たやつですね。なのでちょっとね、開けていきたいと思います。はい、てれか弁当って分かりませんね。なんかね、電子レンジでの温め方とかってね、ちゃんとね、ご丁寧に書いてあります。24時間前に冷蔵庫に移動し、冷蔵解凍してください。こんな感じね、こんな感じ。グリルチキン、トマトソース、サフランライス、絶対うまい。こんなやつ、これがね、多分新春の方なのかな。それ、丼はね、多分ね、あ、そうか、うん、丼か、地方版だと思う。地方丼ぶり、パンケーキとポーチドエッグ。パンケーキとポーチドエッグ、うん、少なっ。これもうおやつでしょ。見て、チキン南蛮丼。チキン南丼。あ、ちなみにさっきのはチキンザンギ丼です。茨城県干し芋入りチキンカレー、デミカツ丼、丼です。この3種類ですね、うん、一食につき何個もあるじゃん。それなので今日、はい、この後にビスケットの方ちょっと来ていただくことになりましたね。何？聞いてないぞ。ビスケットの方来ていただく。聞いてないぞ。その方と3人で食べていきたいと思います。よっしゃ。ということで今日は全日空の機内食をみんなで食べよう。よっしゃ、来ました、飛行機、飛行機。大人食いです。ブー、贅沢食いしてみようと思います。あ、かまってほしかった。うん、大丈夫です。するわないわ。全然大丈夫です。するわないわ。全然大丈夫です。ダメじゃない。ドゥキシドゥキシドゥキシ。これね、絶対ちょっと怒ってるやつ。怒ってね。ということで、はい、最後までご覧ください。それでは早速食べていきましょう。おい、ビスケットさん呼んだんすよね。
うん、じゃあ早速登場してもらいましょう。どうぞ。元伊勢ヶ濱部屋の照道の亮です。亮くんです。すんげー画面の圧。俺一番こじんまりしてるやん。嘘やん。違う、一人赤で目立ってるし。赤じゃねえし、オレンジやし。ちゃんと見赤系統やん。ちゃんと見赤やん、こことか膝痛い、うん、手術してるところの膝が攻撃してくる。攻撃した。で、早速食べていこうと思うんですけど、まず最初一品ずつなんか温めていこうかなと思ってるんで、何にしますか。チキン南蛮でいいですか。じゃあ僕ザンギでお願いします。ザンギで、はい、実食していきたいんですけど、僕から紹介しますね、はい、僕はチキン南蛮です。もううまそう。もううまい。いい匂いします。なんだっけ。はい、ザンギです。チキンザンギ丼ですね。で、おいらがパンケーキ。パンケーキです。もうデザート行ってるんですか。うん、なんかね、ポーチドエッグって書いてあったからね、デザートなのかどうか分かんなかった。なんかポーチドエッグっぽくないですよね、そのポーチドエッグ、うん、なんか不思議な感じ。まあ、とりあえず食べていきましょう。うん、今日、大食い企画じゃないんで、うん、大人食いをしようという企画なんで。はい、はい、では、いただきます。いただきます。先に言っといて正解だったっすね。うん、もう野菜がうまち。オクラが美味しい。みんなそれぞれ単品を答えてくるの。肝心の麺食べてないってこと。うん、これうまいわ。これはうまち。ありがとうございます。俺らパンケーキお箸で食べることってあんまないんだけど、このパンケーキね、見えるかな、中にね、なんかメープルシロップが入ってる。ほんとは多分ね、合うんすよ、その組み合わせ。あのね、お上品な味です。これ機内食なんですよね。機内食。すごいご飯までしっかりしてて、ザンギ丼はご飯がのり弁のご飯みたいな感じで、中にも昆布が入ってたりして、すごい美味しいです。でも機内食って一人一品までじゃん。だいたいビーフはチキンとかって言われるとさ、はい。あんまり2種類3種類食べれることないじゃん。ビーフ＆チキンじゃなくて、ビーフ＆チキンの。終わりました。早いですね。いや、俺食うのめっちゃ早いよ。次何にしますか。僕、次カレー行きましょうか。あ、じゃあカレー、はい、これ作ったら美味しいの。しょっぱいんちゃうん、そのソース。ね、複雑になる。そんなディスらんといて。複雑になる。あ、でもね、甘じょっぱい感じになるかな。ありですか。うん、ザンギも味付けがすごいしっかりしてて、タレになんかすごい生姜が効いてるんですよね、これ。へえ。それなんで、体も温まりそうですね、これ食べたら。生姜ね、うちのチャンネルでも検証しましたからね。うん、どうしよう、俺らよりちゃんとレビューしてる。うん、うちら、てかあなたね、最近うまちで逃げてるから。逃げてないですよ、もうそのまんまの気持ちを言ってるだけなんで、僕はちゃんとレビューできるんで、えろ。レビュー初めてしましたね。負けた。ピースオブケーキ。はい、僕は次カレーいきます。干し芋カレー。あっす、チンしすぎやろ絶対。親の敵ぐらいチンしてみる。でもさ、絶対この量を1人前って言うとさ、普通の人、え、これ干し芋カレーって言ったじゃないですか、うん、甘いかなと思ったら、まあまあスパイシー。へえ、結構ちゃんとしてんだ。そう、一つ言っていいですか、うん、また若干中冷たいですけど。どんだけレンジに嫌われた。だから調子悪いですよね、これ。全然食えますけどね、うまちです。もしまだ食べれそうだなっていうんだったら、早めに言っといた方がチンするのに時間かかるんで。デミカツ。はい、受け止まりました。だからうまいわ、うまいけど、うん、甘くなくてスパイシーです。具材として欲しいものが入ってる感じなんですか。うん、入ってる、マジで。で、鶏肉じゃね、多分これ鶏肉だね。レンコンとでかいの入ってて。あー、レンコンいいですね、確かに。あー、でも茨城レンコン名産だからね、うん、あー、確かに、うん、そうですね。なんだ、りょうくんが温めてる最中にもうお前食い終わりってさ。すごい。早いんすって、俺は。うん、知ってるって。終わりました。はい、はい、デミカツ。あ、ありがとうございます。やべ、うまそうやね、デミカツ。次、デミカツ行ってみます。絶対うめえもん、それ。もう美味しそうですね、開けた時点で。絶対うまい。まずじゃあ、野菜からソースがついてる。うん、このデミソースがもうめっちゃ美味しいですね。コクがあって、これご飯にもかかってるんですけど、これでもうご飯いけちゃいますね、本当に。これお家で食べれるクオリティなら相当クオリティ高いです。1回目の販売があって、それで話題になって、2回目の販売の時は5分ぐらいでソールドアウトですよ。あー、それがね、変えたんですよ、今回。まあ、あとは
持ってくる人が綺麗なお姉さんで CA の格好してたら一番うまい。ドスケベ顔。なんでやねん。なんでや。やめろ。ドスケベ顔はやばい。それはやばい。それはまずいな。ピースオブケーキ。グリルチキントマトソースです。ハッシュドポテト入ってますね。いいですね。出たハッシュドポテト。めっちゃ好きなんですよ。なんかこれあれですね。トマトソースにブイヨン効いてんのかな。やべ。うちらのコメントしかしてる。ブイヨンとか分からんもんだってこれ。チキンザンギ丼です。確かにこれはうめえわ。美味しいです。これね。昆布がいい。そうですね。昆布がいい感じで。ピースオブケーキ。チキン南蛮もこれまた美味しそうです。チキン南蛮うまい。絶対美味しいです。うん、やばい。チキン南蛮です。どうすかどうすか。チキン南蛮も美味しいですね。てかこのさっきから食べるタイプ思ってたんですけど、これ横の温野菜もすごい美味しいですよね。そう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 。どのお弁当も、はい、これ今人参食べたら人参もすごい甘くて美味しいですね。味付いてるもんね。はい、わかりました。とさ、パンケーキやろう。チキン南蛮は嘘。パンケーキ最終ラストバトル、パンケーキ。パンケーキとポーチドエッグです。プラスアルファウィンナーと&ポテト&ブロッコリー。ブロッコリーが申し訳程度にあった。ソースうまいですね。この濃厚なソースね。卵黄ソースみたいな。うん。結構ね、もうそのソースに絡めてくると思った。ポテト普通っす。普通なんだよ。ポテト普通っす。でももっとくしゃってなんかなってるかなって気はしたんだけど、うまいにホクホクしてる。そう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 。ウインナーはうまい。あのりょうくん、いけんだったらいけるでもいいし、もう無理なら無理でも大丈夫だし。僕はストップ。ああ、すいません。え、いつからこれワンコそばみたいなシステムなの。うまいね。メープルシロップうまいわこれ、うん、メープルでしょう。うん、もうちょっとメープルあってほしいな。でもそこまで甘さがなんかガッてくる感じじゃないけど、メープルの風味は残った。うん、熱々で食ったらメープル熱いな。そう、熱いんだよ。食うかい。全品完食です。よく、よくた、うん、もう最高にうまちです。はい、ようござんした。あれ、ひどいにやさ、最後美味しゅうございました。大変美味しゅうございました。どうでした。これ全部機内食で提供されてるご飯の割にはすごい一つ一つしっかりしてて、ほんとこんなお弁当なら全然外でお金出して買って食べても全然いいレベル。一個一個のクオリティがしっかりしてました。それは思う。おいら温めてて思ったのが、エコノミーってやっぱり乗ってる人一番多いわけじゃん。あんだけの人数を、まあいくつかレンジあるだろうけど、こなしてる CA さんってすげえなと思った。エコノミーの人数考えたらさ、あんだけの人数でそれやってるって相当すごいよね。すごいですね。いやでも本当にクオリティの高いお弁当だったしね、だいたい1回乗ったらさ、1食しか食べれないのが、うん、食べたいだけ食っていいっていう状況で6食いただきました。そうですね、これは贅沢な。またこういうのがゲットできた時にぜひ、うんうん、まあ、ゲットできなくても他の企画でも。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。